はい、皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、野口整体及び二の腕整体に興味ある方のために健康に役立つ情報をお届けしていきたいと思います。今日はですね、ここに書いてますように耳鳴り難聴の話をしたいと思います。耳鳴り難聴、これ耳の話ねをしたいと思います。意外と新型コロナめちゃめちゃ流行ってて、それの話するんかなと期待されてた方もいるかもしれませんけども、思いっきり期待を外すようなテーマを選んでますけども、まあたまに耳鳴り難聴の方多いんですかね、少ないですかね、なんかちょっとよくわかんないんですけど、まあたまに聞くんでね、僕もついこの間ある方が難聴とかね、耳鳴りで悩んでるっていう話を聞いたんで、ちょっと今日はこの話をトピックにしたいなと思いました。でですね、この話は、僕の師匠である高二宮進先生のこの本ですね、生体健康法の中でも紹介されてることと同じです。まあ僕の師匠なんでね、まあ同じことをしゃべるんですけども、それを、今日実際に、まあ一人でできる方法なんで、やっていきたいと思います。で、まあ項目簡単に調整すると3つ書いてます。ビデオで見えるかな。まず頚椎6番です。頚椎6番、ちょっと待ってね。頚椎6番だから、この首の、まあ、下の方ですね、首の骨が7つあるんですけども、その下から2番目頚椎6番です。頚椎6番二足三足、まあこんな感じで見るかな。自分でするならこうやって横になりながらやってもらってもいいですよ。横になりながらやってもらってもいいんで、まず頚椎6番の二足三足を調整します。でこれは右と左あるんですけど、悪い方です。悪い方、例えば右の耳が聞こえにくい方は右の耳の頚椎6番二足三足に輸気します。輸気です。この整体すべて輸気なんで、合掌行儀の呼吸ね、指を当ててその輸気の呼吸、気を送るっていうことをやります。これね、座ってやってもいいし、寝転びながらこうやったら多分楽でいいと思います。まあでも本では、まあ、起き上がった状態でね、で首を前に倒して、首を前に倒してしばらく輸気をして、そしてそのまま首をこう正面に持ってきます。首を倒してしばらく輸気をした後にまっすぐ持ってきます。こういうことを、3、4回繰り返します。右がやったら右だけ、前に倒してしばらく輸気して持ってくる。この持ってくる時も指は離さない、同じ圧のままで置いておいてください。左の場合は左です。左前、まず前に首を倒して、首の頚椎6番左二足三足という場所に、まあこれ左二足三足で場所わからない方は、先ほどの本にイラスト付きで載ってるんで、それを見てください。首を前に倒して輸気しながら緩んで、その硬直しているところがね、緩んできたら首を起こすっていうことを何回か繰り返します。で次に後頭部です。後頭部、後頭部っていうかね、まあ、後頭部調整点って言いまして、この耳のちょっと幅、範囲が広いかな、耳の後ろからこの後頭部ですね、後頭部、それもどっちかと、まあうん、まあ下半分、あんまり上の方までいかないです。耳より、耳の真後ろからちょっと、耳の後ろから、この左半分の後頭部をショックします。この軽く叩きます。自分の拳のこっち側でコン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 という感じでこうやって叩きます。コン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 と、叩き力強い、やっぱ自分で叩くんでね、そんな痛いほど叩く人もいいと思うけど、まあ心地いい強さでコン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 。右の耳が悪いなって方は右側をやってください。左の耳が悪いなって方は左側をコン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 と、2、3分ぐらい叩いてください。コン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 ってやります。で次に耳の穴、この耳の穴っていうのがね、なかなか意外とないと思うんですけど、例えば左やとするでしょ、左の耳に指を入れて、このなんていうかな、押し広げるように輸気します。つまりこう指入れて、まず下に向かって下に向かってちょっと広げるようにしてね、で次は上に向いて広げるようにして、で次前に向いて、前か、前に向いて広げるように、後ろに向いて広げるようにっていう、こういう感じです。押し広げ、本の中では押し広げるように
するって書いてあると思うんですけども、それはこんな感じで、下に向き、上向き、前向き、後ろ向き、でまた下向き、これを何回か繰り返します。で、このまああの難聴でね、結構1回で治らないと思います。なかなかちょっとしつこいもんだと思うんで、これを毎日やっていただくと、だん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 この音が鳴らなくなってきて、耳の調子も良くなってくると思います。まあ、特にこの首ね、首後頭部叩く、耳の穴広げる、首の調整、後頭部叩く、耳の穴広げる、こういうのをね、1日に、1日にまあ1セットでいいと思うんで、それをこう継続して1週間2週間とか続けてもらうと、だんだん良くなってくると思います。で、いつも言うことなんですけども、力入れすぎないね、気持ちいい程度の力加減でいいんで、あんまりグイグイやると逆にまたなんか首おかしなったなとか なると思うんでね、首とか耳とかデリケートな部分なんで、後頭部とかね、こう叩いてて気持ちいいぐらい、こう指もこうやってこう圧広げるようにこうするんですけど、それも心地いい程度の力加減で、首なんかもそうなんですけども、グイグイやりすぎない、ちょうど気持ちいいぐらいの力加減でやってみてください。ということで、今日は耳鳴りと難聴のお話でしたけども、いかがでしたでしょうか。それではまた次回もよろしくお願いいたします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。